はい、はい、こんばんは。2016年ね、8月の27日。ね、この時間ね、早いね。今日もやりますよ、全部。はい。今日も YouTube ライブやりたいと思います。はい、こんばんは。だんだん、朝早く行くのに、ほんと早起きなんじゃないかな。だんだん天気がさ、それだからね、そうだね、早く。50% だ。50、40。微妙だな。うん。だもんな。うん。まあ、週末予備かを見つけまだ天気はいいみたいね。あれとも言うけど。そりゃ、そもそも疲れもなめてた。はい、こんばんは。今日も YouTube ライブやります。季節のない丘に育ち、夢のない家を一緒に会う人のために良かれと思い、見た目駆けずり回る、やっと見つけた優しさは、春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る夏の枯れ葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。そうで全てが変わる、そうで全てが報われる、そうで全てが始まるさ。ない町に生まれ、風のない丘に育ち、愛のない人に会う、隣を横目で覗き、また一つずつなった。当分照れ笑い。寄ってみてください。ほんのついででいいんです。一度寄ってみて。そうで全てが報われる。そうで全てが始まるさ。はい、こんばんは。こんばんは。6年、8月の27日土曜日の生存確認です。今夜もね、いつものような作業である。生存確認の一環として、ね、明日の出生日だ。ね、雨降んなかったらね、ちょっとね、そのストーブ、また使ってくれるかみたいなね。曇り、曇りだったら、雨はもうしょうがないけどな。じゃあ曇りを願いながらね、はい、こんばんはね、どうも。あ、どうも、スティックマンの方、こんばんは。あ、今日もね、YouTube ライブやってますよ。あ、出てると思うんだ。お、いい感じだ。うん。YouTube ライブ出てきます。うん。
今日飲みましょうか。今日飲もうね、今晩はね。うん。2階に行こうか。これ2リットルパーツ、冷蔵庫で冷やしておいたやつ、2リットルパーツ。はい、はい、いつものコンプラーです。キャンプのお店はね、うちの職場は第1と第3土曜日休みなんで、その予定通り休みからキャンプに、ね、あれ、天気土曜日かさ、ほんと昼過ぎまでずっと雨だったからね、諦めた選手がね、来たら日曜日晴れたんで。ね、うん。うん、いいのさ、雨止まなかったらさ、車内で乗り越され、車内車中泊で過ごせる。立てるんですよ。雨になると辛いからさ、で前回は雨やめた後の土曜日天候悪かったからさ、ね、日曜日は1週間後ね、今週も停止みたいだね、あれね、また週末はもっと走る。絶対だよね、今年梅雨ってあんまなかったもんな、梅雨の雨量がさ、ね、よく出てきて、大体そうよね、衝撃があるよね。そういう時にさ、雨量が多い時って意外にその後の台風があんまり来なかったりね、大体あるんだよね、うまいぐらいに。あったもんな、ちょっとさ、ね、だからちょうどこの台風でさ、ちょうどうまくあるんだよね。うん、うん。日本列島上、ね、立山の地に上陸してさ、だから結構雨したと思うんだね。よかったな。被害に遭った人は大変だけどさ、あれで多少はね、ダム湖にも水が溜まったと思うんだ。ダム湖だけ。うん。いいね。それで、その帰ってきて、そう、この時間までに、あれ来てた、あれ。ラジオとかさ、すぐアップしてくれてさ、もう、うん、あれ嬉しい。まあ、テレビ番組もアップしてるみたいだけどさ、僕はあんまテレビっ子っていうの。番組がよくアップ、よく TBS ラジオ、スノーマン、あれ聞いてる。なんだっけ、朝の。ユーザーが見たさ、有料バージョンのやつ、聞いてね。面白いね、ほんとね。僕はラジオっ子だからさ。かもしんないけどさ、聞けない人たちは嬉しいやな、ほんとな、それ。ラジオってテレビほどさ、そういうのがないですね。まあ、うん、あ、まあ、土曜日スタッフだもん、土曜のラジオってさ。うん、土日もそう。日曜、ほんと土日で面白かった。同じく TBS が、もちろん朝は、安住さんの日曜天国。
あと、夜の夜だって7時始めだから、あれ面白いね。あれ好きな番組、あれ生放送だったから、あれ面白かった。TBS ラジオの面白い。ちょっと細かい時間も忘れられない。あれ、上井一平さんっていうタレントさんかな？さあ、舞台俳優みたいな感じでさ。TBS ね。以前は日曜の昼下がりにさ、伊集院さんがやってた時は、俺でよかったけどさ、あれは、ね、あ、なんだか、あんな後の一番最初の、日曜大勝負が面白かったんだよ、あれ。そんなで、あれつまんなかったな、あれ。あれからつまんなかった。そうだと思った、伊集院さんが来てるから、あんな昼下がりに。最初の日曜大勝負、だからさ、ポリポのタレントになったりさ、ね、ちょっとそうだね。あれがつまんない。僕、あれが、さえ金かけてつまんないんだよ、あの話をしてな。一番最初はスタートに。あれ面白かった。小倉弘子さんが、あれよかった、面白かった。いいな、今のは爆笑問題も、まあ、つまん、あんま聞いてこない、あれやったと思うんだ。あの系統。人間のいいところはさ、あんまでかいし、スポンサーつかないからさ、その、面白いタレントがそのまま風に使えるんだろうな。みんな好きだ、ほんと。深夜に行ってあるからって知る目やらせてつまんなくなるのはさ、結局、あるからさ、まあ、そういう兼ね合いでさ、ね、ダメになっちゃうんだろうな。そういうのいいところはさ、通信できるから面白いんだよね、深夜ラジオはさ。それだから深夜が面白いからって、昼間に持ってきて、スポンサーとの兼ね合いでさ、ね、大変だよな、今日もこれ、多分今日残んないから。まあ、これ3日だもんな、ね、3日。今日飲みきったんですよ、3日。700円弱で。まあ、家の目は素敵だ。こうやってさ。あ、今日の住まいの。ならいって、適当にしたい。酢醤油つけたやつ。今日のつまみ。鶏皮の酢醤油。酢醤油つけたやつ。これ全部どうかな。ああ、すごいね。5割から6割ぐらいで、お酢がその残り。うまいじゃん。もうちょっとだよ。そうだ、つまり、鶏皮の酢醤油です。
甘辛く煮てもいい、鶏皮でもさ、甘辛く煮たりさ、味噌煮込んでうまいけど、やっぱそういう夏場は暑いんで。冷蔵庫に冷やして、これをつまみながら。この辺、いいね。鶏皮です。最高だな、すごい。最高。油も、鶏皮って油もが多いから。やっぱりと。うん。まあ、いらないか。ちょっと後で入れておいたらいいかな。うん。うん、まあ、これから最後ね。鉄のない街に合うたね。あ、乾杯。かわいいね、本当。どんな子でもさ、若いのはかわいいよ、ほんとね。夏子だから長さだろうな、そんな。さ、薄着になったり、シャンパン履いたりさ、見てきたけどたまらないよ、ほんとね。シャンパンの可愛い。だけど、結局さ、女の子はシャンパン履くの、そういうのもあると思うんだ。僕の年はさ、わかんないけどさ、僕の年だったらさ、十分可愛いよ、30代でさ、でも、十分、いい盛りの女の子って感じで可愛いよ、ほんと。これ40。20代の手前わかんと、当然だ。まあ、自分の年目だから。もうそうだよね。可愛いと思うよ、30代で。だからさ、ネット。おばさんとか書いてるのがいいんだよね。あれ、あらって思ってた、僕。十分、盛りじゃないかと思って。あれ。この10代からしたらさ、20代おばさんなんだろうけど、僕からしたらさ、20代なんて十分。だから20代とか30代でおばさんとか言ってさ、配信してる女の子っているけどさ、あれ、ちょっと違和感ある、僕はね。
日本がないなと僕は思うんです。ああいうの見てて僕も。十分、色ばかりじゃないかと思って。十分色だかり、艶だかりって感じなのに、おばさんとか言ったら、ね、あ、僕は47歳、僕は本当、結構ですね、まあ、年齢によるだろうな、人。もし90ぐらいの人からしたらさ、100歳ぐらいの人からしたらさ、80以上として、まあ可愛い女の子なんだろうね、きっとね。まあ、それわかんないもん、僕はそうだよ、ほんと。30。そうですね、うちの職場にちょこっと数ヶ月前には早く落ちて30代の人が来たけど、可愛くってあれ。ねえ、可愛いから初め10代かと思ったら、わざわざ、またすいません。うちの職場に来たのに。すぐ来たのかなと思ったら違うんだけど、もうすでに子供さんにいた30代の小僧だったんだもんね。驚いちゃった、あれ、あんな可愛いから。でも可愛いんだな、ほんと、どんどん思った、あれ。あんたに4、5ヶ月前かな、3月終わりだから。でね、初め一緒に行って、高校出てすぐ来たのかと思ったら違ったんだ、あれ。30代だったんだよね、あれね。子供が3人いるって、おお、驚いた、あれ。って感じ。もう一番ほんと、可愛かったから、高校出てすぐ、まあ、言うとありえないと思うんだ、あんな、ね。ほんとびっくりしたでしたな、あれ。かわいいな。でもかわいいよね、女の子はね。まあ、まあ、30代はやっぱり一番花だと思うんだ、今思うと。30代だから最近ね。ちょっと石田君が買ったんだ。うん。やっぱ一番いいと思うよ、30代。まだ若さもあるしさ、そこそこ知ってるし、いいと思うんだよ、ね。そういうのがこのペットなんだろうね。あ、やっぱ、ね、写真を女を。女性女性女ペットですから、女ペットね、うん、そんな男の人と女を女ペット、これは当然、うん、女性は女ペットになるんだ、さこれはじゃないから本当ね、オナペットになってこそ、女性がオナペットとしてなってるからこそ世の中ってさ、いい感じに回ってるのか、あるか。それってちゃんと考えればわかると思いますね。うん。そうよ。オナペットになってるからこそ、いい感じになってるんですよ。女性女オナペット。これ大事なこと。だから僕も言ってるよ、言ってるよ。座右の銘は、女性女。女ペットとかさ、所詮女女ペットみたいな、そういう文言を入れてほしいね。もう一つくらい、もう一つくらいしてるから。うん。女の子女ペットの人になるんだろう。うん。あー、鳥かうまい。うん。
まだすぐ早いからね。まあ、トリトはこんな感じだよね。そうなんだ。まあ、3日持ったんだもん、3日。ね。3日までだ。20日か3日までだ。はい。毎回と日本酒が一番うまいやん、ほんとですね。寒い時は乾湿する。この、冷蔵庫に切っちゃうっていう。なんね、アルコール13度とか2度とかちょうどいい。あ、今度はホットワインも去年のホットワイン、この山、いろいろアウトドアで山の森の途中で。ワインな、ホットワイン飲んでるのがあるんだよね。見たことある。あれいいなと思って、これやろうと思って。ワインも安いのあるもんね、あれ。安いよ、買ってさ。パックに入ってるの、安いぐらい。あれ持ってって。うん。十分な車でもね、ホットを飲みたいって、あと20度前後だからね、うん。いいからね、ホットは。あれもワイン安くってもなるほど、誰買ってくれ。うん。さあ、鶏皮の醤油漬けで。このような感じでなって。何がないともう44だからね、この44だと。嬉しいよ、もうこの先もいいって言われて。うん。本当に。これ冷蔵庫に刺したからさ、それながら。うん。これでも、だから、僕が飲むのは会社の忘年会とか飲み会だけだよね、たまにある。さすがに行きたいんだよね。うん。5年で5年か。やっぱだいぶ会社だったんでしょ、多分。どうしてもね。こうやってさ、家に帰ってさ、風呂入って、シャワー浴びてさ、で、ね、さっぱりしてさ、ね。リラックスの。飲んでるからね。リラックスしてねえからさ、うん、あ、そう。
一番いいから家でさ、今日休むだけでもいいよ、一人で。でもこの間から、この間は休むだって。ある人、長年勤めてた人もそれだったんでさ、あそこ上野の近くだったんで、最後上野の、上野はいいやんだっすか。上野ってさ、あれ、立ち飲み屋いっぱいあるもんだね、将棋の上がりって、立ち飲み屋。あれで帰りにね、ずっと飲んで、あれいいよ、あれ。角倉とかさ、結構いっぱいあるよね、大変って。立ち飲み屋警察にもね、まあ数年前からさ。あれいいよ、ほんとに。あそこだったら、まあ、2、3000円で結構飲めるもんね。で、飲んで帰ったんだもんは。ああ、うまい。それからね、もう何やろう、これでももう30分だった。鶏皮で、鶏皮の、お酢と醤油、酢醤油漬け。うまい。鶏皮配合。うまい。これからは連結して、固形でも。奥多摩っていうか、ごめんなさい、なんか、勉強だったら行こうかな。奥多摩って言いな、ほんと。うん。友達のもとも行ったら6月。
僕生きてきた生徒かもしれない。友様の登山口を知ってる。あそこの花がいい。あれ、なんか、楽しい。ぐらぐらしてる歩いてさ。たまたまある山梨だからさ。また登るぞ。あの、奥多摩のいいとこはさ、一番高くても標高2000超えだからさ、あれがいいんだって感じでさ。あれがいいんだよ。僕みたいなさ、冒険が嫌だ、失礼だ、昼も働いてて、休みの日に人間でもさ、奥多摩だったらね、手軽でいいや。日本アルプスでも3000メートル以上だもんね、30トル、富士山30トル。まあ、安ヶ岳とかある、アルプスと比べたらさ、いいもんな。あ、ふもと、一番高いふもと山が2000ちょいでしょ？ね。で、長津石山は1800ぐらい。それいいんだよね。ね。あ、うまい。だから、それかわ。最後の鳥かわいそうだ。最後の鳥かわ。あれじゃん、この、パンに、お酢を飲んだ後、これ、なかなかいいね、合うね。生存確認を一貫して飲んでます。何かも生存確認で、何もかも生存確認で。おいの利用で、あい、こんにちは。どうもね、ソルさんまでいたら、ソルさんどうもね、書き込めないのかな、どうかな。飲み切っちゃう今日これ。今日これ飲み切っちゃうねこれね。あ、ダメだ、高さじゃない、終わらん。130ぐらいがあるね。130ぐらいだ。これ、こんな2リットルパックもこれからしてない。もうおしまい。それでいい。
これ3日もったもんな。700円弱のもんで、3日でもね、いいと思うけど。あ、こんにちは。東堂さん、どうも、もう今日もう、さんざん、もう今日、鳥皮のね、あれ、鳥皮湯がいて、すごい漬け、鳥皮のすごいにつけてあって、つまみ飲んで、もう食べ終わった。もう食べ終わりました。ね、飲んでます。今日日本酒、いいのこれ。これね、向こうもあえたちょう飲んで。よかった、あの動画見てね。もうおしまいだからさ、もう40分やってるからね。あ、そう、まあ、雨降んなかったらいいけど、あの、曇りだったらいいけど、そっか、左で、そろそろ伝えたいからさ、雨降んなかったら行く。雨降んなかったら行きまーす。わかんないよね、もうね。でも、今天気予報見るとさ、まあ、その天気はさ、もう、午後になるに従ってもう天気悪いからね、朝しかないんだよね。ありがとう。だから曇りだったらね、それを勝負使いに行ったらさ、曇りだったら。全然、早かった。最後に行った。もうつまりないからさ。そうやって終わったら動画見てね。楽しいよね。外で、ねえ、見た気分楽しいんだよね。炎は使うのがいいんだよね。まあ、炎になるしやすいけど。もう、ソロストーブ買っちゃったから、ソロストーブすげえな、あれ。やっぱ、さすがだ、ソロストーブ。あれいいよ、燃焼コーンって、全部いいよ、ソロストーブ。ソロストーブでさ、ちっちゃいさ、100円ショップで買ったフライパンでさ、トコッと電話をやって。あれ、ソロストーブのとことかなんで、最高じゃない。橋岡さんはね、もう、ソロストーブ保持者なんで、もう持ってますんで、もう。そうだね、飲み、アウトドア安いや、アウトドア。もう。飲み屋に行ってたらさ、結構勝ちだもんね。川藤さんが相手を作ったのが急に変わったけど、川藤さん。どうも。ありがとうございます。橋岡さん、それからね、YouTube ライブいいんだからさ。YouTube ライブいいんだよ。こうやって。おまだと考えながら。で、かわいいな、この子ね。じゃ、建物も、フロードが入れないよね、俺のとこだからさ。すごいよね、俺のこ半分泳ぐだもんね、すごいじゃん、この建物さんだからさ。ね。半分泳ぐ。すごいね、考えたらね、半分でも。まあ、これも自然だから、自然にこうなったわけよ、自然に。これでもね、さっぱりしていいですよ、さっぱりして。昨日くんなんか出せないな、ボサボサで。でも、かけまさんは大丈夫、さっぱり。
すごいね。全然僕は恥ずかしくないよ。よく、ごとくがその人はさ、隠す人を言ってもさ、もうそんな、そんな気持ちが知れない、知れないで、ずっと見てないから、もうこういう感じ方、隠さないよ。それはステップダウン、オールバックで。うん。うん。すごいな、わかる。44歳でーす。まあでも、47歳でするよ。みんなこんなもん、こんなもんよ。俺がすごい。すげえ面白かったな。これはどうだ、これ。これ最近だよ、これ。やっぱすごいな、やっぱりな。まあ。まあ、すごいな。あ、ありがとうね。うん。さっぱりだよ、ほんと。すごいさっぱり。もう、勝山さんってさ、元がいいからね、何サブと似合うんです。うん。勝山さんはね、かっこいいからさ、何サブと似合うんだよね。あ、そうやな。自分で思うもん。自分で、セントの中で、鏡で見ても、あ、もう、勝山さんかっこいいなって。うん。間違いないよ。勝山さんかっこいいもん、ほんと。自分で思うもん、鏡見るたびに。うん。あ、ちょっとさ、かっこいいから。僕の最後、これ、最後。おめでとう、トーフィッシュ。トーフィッシュでしょ。あ、おめでとう。それでいいんですよ、それで。それでいいんですよ。セールなんかじゃ、いやあんなもん、それ、それでも、すまそうよ、普通。僕なんかね、こんなくても飲めちゃうからね。そうだよ。うん。リットルパックを含めて飲めちゃうようになっても。あ、そうです。そうです。そうです。ありそうです。あ、そうです。売ってきたね、赤坂の。お昼のスープだ、赤フルトって、あそこはね、鶏皮使ってるんですよ。あれが嬉しいよね。170円で、ちょっと細かったら、水の割り口だもんな。あれ買っとくて。ね、こうやって、サムタにね、意外とやつって。まあ、スープは鶏皮とか、赤フルトがあるもんな、いいんだよね。赤フラワーで鶏皮を作ったらね、赤フラワーは。あれ嬉しいな、赤フラワー。赤フラワーというスーパーね、上の、駅前かな。あったりとか、あと街だとか。うん。
あ、こんばんは。もう終わる頃になってきたね、終わる頃にはね。どうぞ、すまい。貯金は毎日やってるよ、僕は。毎日じゃないよ、毎月。給料日の給料が入った時にね、今月はこんだけ貯金回そうって言ってる。あと。そうそうよ。ちょっと無理はしない。無理ですね、要は。最近はこれでおしまいだ。うん、そう、変わんないもん、変わんない。うん。毎月入る給料になったらさ、生活費、貯金いくらかあったけど、それでもやってからね。それが普通だよ。それが普通だよ。給料入ったらさ、その中でさ、今月はこれだけ貯金回してってことで、うん、普通だよ、それ。じゃあ、この辺の窓を壊してみなさい。お酒を飲み終わってんだ。今日この辺で終わるよ。いいかな。終わりまーす。また明日。今日はこれで終わってんだ。おやすみ。終わりまーす。じゃあ、シットの方終わるね。ありがとうございます。
Alors, attends.